三輪中ブラジル大使、庭野明は、日本の元外交官、近鉄グループホールディングスの特別顧問、ブラジル中札特命全権大使、関西担当特命全権大使、政府代表などを務めた。1950年大阪府大阪市南区に生まれ、子供の頃は、大阪城内の坂でブレーキをかけずに自転車をしょっちゅう。 走らせて遊んでおり、大阪城から約2キロメートルの近くにある大阪府立高津高等学校に入学。1968年3月に卒業し、老人生活を経て京都大学に入学。1974年に外交官試験に合格し1975年、京都大学法学部を卒業後、外務省に入省した。 2016年6月に退職し、母校高津高校の近くに本社のある近鉄グループホールディングスに特別顧問として再就職した。趣味は日本古代史の研究。高津高校の同級生に伊藤忠商事の代表取締役会長 CEO 岡藤正宏がいる。大阪特派員日本の外務省に 関西担当大使がいる何はこの庭のさん、関西人、皆外交術うまい、産経新聞、産経ニュース2014年4月16日、文芸春秋、同級生交換に、高校20期の8名が登場されました、群れかおる、大阪府立高津高等学校同窓会、大使館、案内三輪大使略歴、在ポルトガル日本国大使館、 2011年4月16日閲覧特別職国家公務員の再就職状況の公表について外務省ありがとうございます